アンヘル・ニエート・ロルダンは、スペイン・サモーラ県、サモーラ出身のモーターサイクルロードレーサー。聖は、以前の日本では、ニエートと表記される例が多かった。ロードレース世界選手権の軽量級クラスで活躍し、50cc クラスと 125cc クラスで延べ13もの世界タイトルを獲得した。これは2012年現在、歴代2位の記録。2000年に、 モートジッピーで沿入り。通算優勝回数は90回で、2008年5月18日に、フランスのルマンで開催された、モートジッピー世界選手権において、バレンティーノ・ロッシが通算90勝目を挙げた際、ウィニングランジに、ロッシのイザー M1 で90プラス90の旗を掲げて、タンデム走行を披露した。引退後は、彼の息子であるアンヘル・ニエト・ジュニア及び125、 CC クラスで優勝経験のあるエミリオ・アルサモラをライダーとする同選手権参戦チーム監督として活躍し、以後はスペインのロードレース選手権番組のコメンテーターとして活躍した。彼は母国スペインにおいて国民的英雄とみなされており、マドリードにあるアンヘル・ニエト・ミュージアムではレースの記念品やトロフィーがいくつか展示されている。 スペイン国王のファンカルロス一世とも友人関係にある。なお、同じく、モーターサイクルロードレーサーであるフォンシニエトは、彼の意にあたる。2017年7月26日、イビサ島の一般道を四輪バギーで走行中に、自動車に追突され強く、頭を打つ事故により、重傷を負った。その後、島内の病院で手術を受けて、一命を取り留めたが、 8月3日に農夫種により容体の悪化により死去した。去年70。1968年までのポイント制度。1969年以降のポイント制度。ありがとうございます。